で、後半、2曲目ですけれども、こちらですね、ハクションミュージックという題名です。これ私の作曲上のモットーでございます。アクションミュージック、まあ、演じる音楽ということなんですけど、まあ、それを、自らパロリまして、H をつけてハクションミュージックというふうに言ってるわけですが、ここではその題名の通りですね、まあ、くしゃみのような生理現象、あるいは、喜怒哀楽の表現ですね、そういったものを題材にして、それで音楽を作ってしまおうという、そういうアイデアなんですけど、まあ、実はあのこの作品、一作目がございまして、これは、女性合唱版だったんですね。で、この女性合唱版を上演するにあたりまして、まあ、実は本日あの演出として参加してくださっております島学さんの、まあ、ご指導をいただきまして、で、まあ、その島さんのですね、あの、まあ、演劇のメソッドの、手法としまして、彫刻を作るというですね、そういうやり方がございまして、まあ、それを、まあ、その女性合唱のですね、リハーサルでも用いたわけです。どういうことかと言いますと、あの人の形をですね、彫刻のように作って、まあ、それをあの、まあ、
Ah!
うわっうわっはい、ハクションミュージック2でした。